皆さんこんにちは、よしきです。今日はですね、バク転に役立つトレーニングについて紹介していきたいと思います。トレーニングかよ、おいよしき。トレーニング、おいおい、ちょっと待ってくれよよしき。もうトレーニングなんかもう面白くないから、もうコツとか技術とかについて解説してくれよ。もうトレーニングなんかもう家でスクワットとかいっぱいやってるから、だからもうな、技術を教えてくれよなって思う人もいるかもしれませんね。でもちょっとよく考えてみてください。ジャンプがちゃんとできない人、バク転できると思いますか？できないんです。そうなんです。あのですね、バク転には最低限の筋力が必要なんですよ。子供の中にもね、頭が良くて、技術をしっかり理解できてる子もいます。でも筋力がないためにバク転一人でできないっていう子たくさんいます。逆にあんまり動きとか分かってないですけど、あの筋力ある子とかね、そういう子はなんかピュピュってやっちゃったら、むちゃくちゃな形でもバク転できちゃうんですよ。なのでバク転には最低限の筋力が必要なんですよ。なので今回はそういう人に役立つ、あのこのトレーニングをやっていればバク転できるようになるっていうトレーニングについて紹介していきたいと思うので、絶対見てください。これを見て続ければきっとあなたもバク転ができるようになる。下準備が完了します。それではトレーニングの方いきます。どうぞ。まずはスクワットジャンプです。15回全力でやってください。ポイントは肘を伸ばすこととしっかりジャンプをすることです。8回目くらいから足がつらくてジャンプができないっていうくらい思いっきりジャンプしてください。この時にお腹は反りすぎないようにしてください。バク転の蹴り出してから空中に出るまでの時に必要なトレーニングになります。次は仰向け背筋キープ45秒です。バク転の蹴り出した後の空中局面での姿勢作りに役立つトレーニングになっています。ポイントとしてはお尻と裏ももにとても刺激がくる、きつくなるようなトレーニングになっています。で、手は万歳で肘は伸ばします。で、耳の横でしっかり地面を押すようにして浮かせましょう。で、筋力トレーニングにもなるんですけど、それ以上にバク転蹴った後にこの姿勢になるっていう意識をつけることも大事です。間違ったやり方です。このように膝が曲がってしまいますと、バク転蹴った時にも膝が伸ばしきれずに蹴りの勢いをもらえなかったりします。膝が曲がったままやってしまうと裏ももに力が入りづらくなってしまいます。これは間違っているというよりかは、もう少しできるようになってほしいっていう例なんですけど、腰があまり浮いてないことですね。次はヒップリフト15回です。ヒップリフトは難しいトレーニングですので、しっかりできるようにしましょう。ポイントとしては足は近づけないようにして、膝の角度が90度くらいのところに足を置きましょう。お腹は反りすぎないようにしてください。足の裏で地面を押し出すようにして曲がった腰を伸ばしきるようなイメージでやってください。この時にきつくなるのが裏ももら辺になります。手で地面を押さないように気をつけてください。ヒップリフトはバク転の蹴り方の初歩的なトレーニングの一つになります。腰を伸ばしながら蹴るイメージをつけてください。バク転行く時に腰が引けてうまく蹴れない子には有効的なトレーニングかもしれません。間違ったやり方です。背筋を使って反ってあげてしまうと形は似ているんですけど、使いたい筋肉の動かし方ではありません。次にもう一つの間違ったやり方です。足が腰に近すぎるとうまくこのトレーニングができません。なので足は90度のところにできるようにしましょう。ヒップリフトが簡単な方には片足でやることをお勧めします。負荷が上がる分狙いたい筋肉へ意識を向けやすいと思います。次に紹介するトレーニングが大ジャンプです。ここは狭いところだったので3回しかできませんでしたが、5回全力でやってみてください。ポイントは全力でジャンプをすること、手を強く振り上げること、
で、これは前に行きながらなので、耳の後ろまでではなくて少々前に振り上げればいいです。で、肘は絶対に曲げないでください。で、飛んだ時にこのようにお腹が反りすぎてしまうと力がうまく伝わらないので、お腹は反りすぎないようにしてください。反りすぎると体幹部分で力が逃げてしまって、うまく、力が伝わらずにジャンプしてしまうので、バク転の時にも抜けてしまうような切り方になってしまうと思います。飛んだ時にこういう姿勢になるようにしてください。次は壁倒立です。初歩的なトレーニングの一つですが、壁倒立が弱いとバク転で手をついた時に潰れてしまう可能性があります。ポイントとしてはお腹を壁向きで行ってください。なぜかというと、お腹が、外向きになってしまうと反った壁倒立になりやすいからです。で、間違った壁倒立です。肩が出すぎていたり、お腹が反っていたり、お尻がピョコって出ていたりすると、間違った壁倒立になります。体操教室で多いのが、まっすぐの姿勢を意識させるとお尻が出てしまう、この姿勢になってしまいやすいので、まっすぐの姿勢を意識させましょう。最後に上級者向けのトレーニングです。倒立上げ下げをします。僧帽筋、首の横の筋肉を使って床を押して倒立上げ下げをします。これはバク転初心者の方には必要ないトレーニングかもしれませんが、バク転で倒立の時に潰れないようにするためのトレーニングです。はい、これでバク転に役立つトレーニングを紹介終わります。どうだったでしょうか。今日のトレーニングをやったからといってバク転が絶対にできるようになるわけではありません。でもトレーニングが絶対にできた方が役立ちます。やらないよりもやった方が、できないよりもできた方が絶対にバク転できるように近づきます。やっぱり体操教室でも技術は教えれるんですけど、その子の持っている身体能力っていうものは少しずつしか向上しません。なのでお家でできることだったりとか、やっぱりトレーニングって面白くないじゃないですか。その嫌な部分とちょっとでも向き合って自分を超えていかないと上手くはならない。それはどのレベルの人でも一緒だと思うんですよね。体操を始めたばっかりの人、体操をやってきた人、トップでやってる人、どこのレベルの人も昨日の自分より上手くなるには、それ相応の練習だったりトレーニングだったり、ちょっと辛いことだったりとか、そういうことを乗り越えないと上手くはならないと思うんですよね。なのでバク転がやりたい、でもできないっていう人の助けになりたいなと思ってこの動画を撮りました。で、やっぱりバク転かっこいいから、僕も体操教室通ってくれてる子にはバク転できるようになってほしい。やっぱり体操やってるって感じじゃないですか。なので今回の動画を撮りました。でもね、やっぱりトレーニングだけじゃバク転はできるようにならないので、今度はバク転の技術に関する動画も上げていきますので、楽しみにしていてください。今回初めてですね、こういう子供たち向けというか、まあ、子供だけじゃないんですけど、体操の初歩的な技のための動画は。なのでこれからもどんどんいろんなレベルの人たちに、体操始めたての人、体操楽しく取り組みたい人、体操上手くなりたい人、そういう人たちを助けになれるような動画をちょっとずつ出していきますので、チャンネル登録とかグッドボタンの方よろしくお願いします。よければあと言い忘れていたんですけど、以前出した体操選手の足トレ12選っていう動画の中に、台から片足立ちのスクワットってあるんですけど、あれを両足で、片足じゃなくて両足でやるトレーニングもバク転にとても役立つと思います。やっぱり股関節を乗せてギュッて、床を押し出してバク転行くっていう、押し出すっていう体の動かし方をあれで学べるので、ぜひとも動画を見ながらちょっとやってみてください。それではまた会いましょう。バイバーイ。